マジで超簡単。今回は特別に簡単。たったこれだけ。たったこれだけ。マジで簡単なんで。本当に簡単なんですか？はい、ギター大好き、ミスターバターのギターチャンネルです。今回もよろしくお願いします。バターギター。今回はね、エリック・クラプトンがね、よく使う、超、超かっこよくて、もうね、超簡単なね、技を、シェアしていきたいと思います。このチャンネルではね、まあ、ギターの練習が飽きたなとかね、なんかもうこう、こういうこう、コードだけのギターも飽きたなとかね、もうなんかギターにやる気がなくなったとかね、まあ、そんな方々のためにね、毎回じゃんじゃん配信してます。面白いなぁなんでね、思ってくれたらチャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。ではね、早速行ってみよう、シパゴ。はい、ということでね、やっていくんですけど、今回もね、エリック・クラプトンがね、もうよく使うんですけど、もうマジ超簡単な、まあ、これだけなんですけどね。まあ、実はね、ギター、アコースティックギターの中でね、ソロの中で、時折出てくるんですよね。こう、E のとこ弾くのに、A をちょっとね、混ぜるという。もうやっぱさすが、もうさすがクラプトンはやっぱね、もうこういうのもね、考えつかないですよね。まあね、ちょっとやってるとね、こんな感じ。最後間違ったんだけど、これが出てきたのは分かられましたか。ここでね、これを入れるとはすごくないですか。ここから A のとこね、ここから E のとこまで、こんな感じ、E のところに A をぶち込むという。E のとこ、これみんなできると思うんですよね。ここも今度は A のとこね。次から E のいくとこです。これで E のとこを終わらせるという、E のところを終わらせるという、すごくないですか。 E、A で、ここのね、もう高音の E をこんな感じ、ここも A のとこね、ここも E のとこ、
こんな感じでね、どんどんこうソロが展開していくんですけど、もうまず今日はね、ここをね、皆さんにシェアしたかったんですよね。ここね。これ。もうね、ぜひね、アドリブソロを作るときにね、陰の部分とかね、これをね、ぜひ取り入れてみてください。もうこれ E と、もう A と弾くだけ。で、最後はもうアップでね。もうこれ押さえてなくてもいいのかな。こんな感じね。もう全然これでもいけるというね。もうめちゃくちゃ簡単。めちゃくちゃ簡単だったろ？めちゃくちゃ簡単ですね。ね、こんな感じでやってきましたね。よかったらね、ぜひトライしてみてください。またね、次の動画でお会いしましょう。ミスターでした。シャー。